今あのスノーでそっくり診断っていうのが流行ってるみたいじゃないですか。果たして芸能人の誰に似ているのか。ジェンダーレスエイジレス体ボンレスグラリオサ男です。わいざいまーはい、というわけで今回の企画なんですけども、企画といいますか、今あのスノーでそっくり診断っていうのが流行ってるみたいじゃないですか。なんかこう芸能人の誰に似てるんだっていうことが分かるアプリ、それやっぱりわしもやらない手はないなっていうふうに思って、以前そっくりさんというアプリであのやってみたことがあるんですよ。あの今回もわしは果たして芸能人の誰に似てるのか診断してみたいと思います。はい、総合楽しみ。そのアプリのまあね、こうサングラスとギャップ外しまして、はい、スノーで写真を撮ります。まず一番いい顔で撮らないとね、こういう場合はね、かっこいい先の下から上を見つめるような感じで撮らせていただきました。これが果たして芸能人の誰に似ているのか。スタートをします。これこの動画見られたらご本人もペンファンの方々も総合怒るでしょうけども、わし的にはもう総合嬉しい。あのテンションは山です。あのなんせアイズワンも好きですし、なんなら桜たん、可愛らしいなと思ってるし、こんなこと言ったらもう袋叩きに合うかもしんないけど、なるほどなって思っちゃってるわしがいる。あ、確かになって、なんか意外性っていうよりは納得してるわしがいる。完全に袋叩きだろうけど、ごめんなライノサルスね、そこに関しては詫びだけど、わし的にはもうこれは納得いく、これっていう感じじゃなく、なんか似てる箇所あんなっていう、これすごいこと言ってんね、わし。でもこれしょうがない、もうわしの思う気持ちだから。目なのかな、やっぱなんか遠からずだなっていうのは、なんか改めてこうやって判断されちゃうと思っちゃったかな。いろいろ叩かれるかなこれ。でもこれしょうがない、この足的には、あ、なるほどと思ったので、なんかこうだんだんそのね、この変わっていく様、なんかそんなに振り幅ないっていうか、なんかあ、なんか自然と変わったアハ体験みたいな、なんかこうすごい飛んでこの顔になったんじゃなくて、ふわーっとなったような、なんかそう言われてみりゃ、なんか私宮脇咲良ちゃんに、似てんじゃねっていう風に思っちゃったかな。あいつは大好きですからね。はい、はい、ということで私は宮脇咲良たんに、という結果が出ました。私の中では納得、なるほど、なかなか信頼できる、機能だなって思っちゃってます。はい、というわけで皆様どのように思われたでしょうか。私にいや、この人の方が似てるよみたいなことがあるのであれば、コメント欄に書き込んでください。チャンネル登録の方もお願いします。ふざけんなてめえみたいなのだけはできるだけ避けていただいて、納得したっていうふうに、わし自身で思ってるだけなので、それはもう本当に詫びですので、はい、皆さんがやってみて、自分はこんな風になったよ、宮脇咲良ちゃんに似てるって出た人がいるなら、あ、一緒だ、わしと一緒だっていうことは、わしにも似てるんじゃないかっていうことにもなるので、いろいろ書き込んでもらえたらなと思います。はい、というわけで、ありがとうございます。インナーマッスル、オーツーカーレイス、サマーデイズ、バイザイマー。わし的にはもう総合嬉しい。わしは宮脇咲良たんに、という結果が出ました。